塩辛谷を後にしてビジターセンター駐車場に向かいます。足元の石がゴロゴロで大変だでしょ。吊り橋のたもとで大ジャグラからのハイカーの皆さんに出会いました。いい風景に出会えたねという声が返ってきそうです。こんにちは。よいしょ。お持ち帰りなんですか。いやいや、僕はこっち行こうと思ってますけど。皆さんの後に続いて渡ると素晴らしい風景に出会いました。吊り橋を渡った後は石で組まれた階段の険しい登り道が続きます。野鳥の美しい鳴き声が重たい私の体を背中から押してくれます。少し登ったところから見た吊り橋です。この険しい登りは約10分ほど続きます。
道しるべには駐車場、トイレ、1.1km とあります。終点までもう少しのところです。ここからは少し緩やかな登りとなりました。大台ヶ原東大台コースは大自然の中でゆったりといろんな表情の道に出会えるハイキングコースです。平坦な道になりました。セミたちが私に歩きごたえのあるコースでしょう、どうだどうだと言っているようです。
道しるべのところで360度ぐるっと回ってみました。ここからは最後の厳しい登り道です。大台ヶ原は日本でも有数の雨の多いところですので、道普請をしても道の土は雨で流され、石がゴロゴロと顔を出します。ここを歩くときはトレッキングシューズがおすすめです。私はこの時ウォーキングシューズだったので足首が悲鳴を上げていました。足首がこれ以上はギブアップだよと言っているようです。道端に生きる苔でさえその美しさは例えようもありません。私にとっては厳しい登りが続いています。
ここからは緩やかな登りの道となりました。左右に都笹が生い茂る道です。ここから終着点の駐車場までは平坦な道が続きます。いよいよ大台ヶ原ハイキングの終着が近づいてきました。あまりにも美しいので360度回ってみました。大台ヶ原には私たちの次の世代以降もずっと残していたい日本の原自然が残っています。絶品のハイキングコースです。都会の空間からこの空間に一歩踏み入れただけで心が洗われます。心の選択をしたい人におすすめのコースです。
っと。このコースの最後には輝く白い道が待っていてくれます。
心を後に残しながら、もう一度このコースを歩きたくなる絶品ハイキングコース大台ヶ原でした。